東海大学、活動休止。東海大学は8日、湘南キャンパスの硬式野球部において、上級生が新1年生を含む20歳未満の部員への飲酒強要と暴行が発覚したことを発表した。当大学は、被害を受けた方々、関係の皆様に多大なるご迷惑をおかけしたことを、心より深くお詫び申し上げます。また、本学を支えてくださっている皆様の信頼を裏切る形となってしまったことを、重ねてお詫び申し上げますと謝罪。詳細については調査中とした上で、本学ではこの事態を極めて重く受け止め、大学としての教育責任の重さを痛切に感じております。今後、全学生に対し、飲酒の強要を含め、あらゆる暴力行為の根絶に向けた教育プログラムを実施し、再発防止に努めてまいる所存ですとし、湘南キャンパス硬式野球部につきましては当面の間、活動を中止する措置を取っておりますと報告した。まだくだらないことやってるんだ。薬飲酒、暴力窃盗なんでもありだな。このご時世に、こういう問題になることを想像できないのがアホすぎる。まあ、アホだからやるんだろうが。バカとしか言えん、こういうことをすればどうなるか想像すらできないのだから。ラグビー部にはこんなことがないことを祈る。東海大学野球部、もう出場停止処分で十分でしょ。何年か前に大麻もあったよね。昔と今の違い、つまらない世の中になってしまいました。残念。数年前には大麻栽培して、吸引して、部員が逮捕されてるし、日大アメフト部みたいに廃部で良いだろ。違法薬物、飲酒強制、暴力か。野球さえ上手ければ、あとは何やってもいいよという教育の結果か。レギュラーにもなれない野球ゴリラがやったのかな。どちらにせよ最悪な野球部ですな。東海大学は校名を、東海大学に変えた方がいいんじゃないか。